はい、皆さんこんにちは。 レクセン人講師の佐々木美と申します本日はです、ね、行政書士受験生さん向けにこれから使用書士の勉強にチャレンジしてみようかなという方ご検討の方向けに使用書士と行政書士についてちょっと簡単にお話をさせていただこうかなと思いますがであの特にです、ね、使用書士次やろうかなと思われている方あの実際です、ね、私のクラスの中にもあの、ね、行政書士出身の受験生さん、えーね、あの使用書士のクラスにおいても毎年クラスに何人もいらっしゃいます。で そういったところで、ね、あの特にどういったメリットがあるのかどういった点があ、ね、注意しなければならないのかというところも含めてお話をしていこうかなと思いますがあのまず、ね、その行政書士と主要書士ダブルで持ってるダブルライセンスのメリットといたしましては、まあ、当然、ね、圧倒的に実務で仕事の幅を広げていくことができるといった面に加えてでもちろん試験勉強においてもそのメリットは大いに生かしていくことはしていただけるかなと思いますがまずですね実務において のメリットといたしましてお話をしていきますとちょっと画面の方を切り替えますね実務における業務隣接性とありますが 例えば会社設立に関して、えーまああのね、実際行政書士の先生でもですねホームページとか見てみますと会社設立これを、ね、掲げてらっしゃる先生いらっしゃるんですがただあのこういったものもですね特に会社を設立する場面においては定款作ってでそして登記をすることで会社って出来上がりますよね。で ただ実際この定換作成業務に関してはあの司法書士でも行政書士でもねすることはできることにはなっておりますがただ登記に関して言うと登記、えーえー、これを、えーまあのね、ビジネスとして行うためには司法書士資格が必要なんですね。 であの実際行政書士の先生であの、ねえーあのね、会社設立、ねえー、やりますよと言ってらっしゃる方、えー、実際登記についての,、えーね、あの代理人として手続きをすることはできませんのであの、ね、これやってしまうと法令違反ということになってしまう。ということから、まあ、実際されてらっしゃる先生、まあ、例えばその、ね、司法書士を紹介するだとかという形になってしまうかなと思うんですけども、えー、そういった面においてダブルで持っていればその辺りをね、えー 垣根、えー、なく行うことができると、まあ、入り口から会社設立会社が誕生するところまで担うことができるというメリットは非常に大きいかなと思います。あとはさらにですね、えーまあ、あの特定の業界等においては許認可の手続きが必要になったりしますよね。例えば 建設業界だとか飲食業界なんかにおいては一定の許認可等必要となって,おりますなってきますけれどもそういったものに関しても特にですねあのこれは使用書士は行うことができないんですよね。ととなると でえー、まあ行政書士とダブルで持っておけば単なるね使用書士1本だけよりはあそこを幅広くう法,令、ね、あの法律サービスの提供ができるといった面は大きいかなと思いますで実際あの使用書士事務所においてもですねあの使用書士の先生、まあ、あの結構ね垣根がグレーのところも多いのでもう気兼ねなく何でもできちゃうということを目指したいということから、えー、使用書士開業した後、まあちょっとやっていいのかどうか分かんないからあもうここは気兼ねなく なくできるように、司法書士開業した後実際行政書士を後から取りますという先生もいらっしゃいますし、あとそこそこでかい事務所になったりするしますと、司法書士事務所で行政書士が働いてたりすることもあるんですね。えー、そういった面において一人で両方ダブルで持っていれば、ああねあのー、ねそこを幅広くね活躍していくことができますので、実際ダブルで持ってるかいらっしゃる方は両方とも登録している方がほとんどですね。えー、ですから名刺の肩書だとかもね。 司法書士行政書士って2つ入っていることも多いですし、えー、事務所の名前としても何、ねえー、とか例えば佐々木司法書士行政書士事務所とかね,、えー、ねあのそういった形であの2つ看板に掲げてらっしゃる方は多いです。 でさらに今、ここに、ね、会社設立を挙げましたけれどもそれ以外にもです、ね、例えば相続関係で言いますとあのそうです、ね、相続人の調査だったりとかあと、遺言書の作成に関して、えーね、業務としてしていくことができるのはこれは使用書士でも行政書士でもともに可能となってくるんです。であとです、ね、例えば 行政書士のみしかできない業務といたしまして司法書士はできないよとおいった業務といたしましては例えばその役所に対する各種手続きだったりとかあとまあそうです、ね、自動車関連だとか外国人関連だとか、えー、在留許可だとか、ねえー、自動車登録だとかそういった面に関してはあのいわゆる司法が絡まないもの行政手続きとして司法が絡まないものに関しては司法、えー、書士は行うことができないんですよ。 ただ、えー、逆にその登記業務だったりとかあ、ねえー、例えば簡,簡易裁判所の民訴訟業務だったりとかはあ、ね、訴訟代理だとかっていうのは、えー、使用書士の業務という形になってきますので、えー、そういった面において、ねえー、ダブルで持っておくことによって、えーね、あの行政書士だけ使用書士だけよりはかなり幅広く活躍をしていくことができるといったところでありますから、まあ、あの特にですね使用書士 えからスタートしました司法書士試験終わった後、えー、行政書士を取られる方も多いですしで実際、えー、逆に 行政書士事務所開業されている方で、もう実際行政書士事務所やってますという方で、司法書士の勉強されている方も結構多いんですね。えー、ね、あのそういった面でダブルで持っているメリットっていうのは実際実務化が一番、えー、強く感じているところかなと思います。よって皆さんはもうね、えー、ぜひですね、えー、これからのおね、えー、修行として活躍していくためにはどうせだったら知識のある今のうちに。 勉強癖そして問題演習力ののにについていいいててる今の時期に書士にチャレンジしたただきたいかなと思いますそういった面においてではその科目の重複だとか勉強におけるメリットこれをお話ししていこうかなと思いますが特に司法書士試験の試験科目これもちょっと知っていただきたいかなと思いましてこちらはまあ画面の方に掲げておりますが司法書士における試験科目といたしまして。 で司法書試験はですね、筆記試験の後口述試験が課されております。筆記合格者に対して口述がありますが、でまずね司法書試験は筆記試験勝負だと思ってください。実際口述試験で受けたけど何割落ちましたとか、ああそれはないので、基本的には口述試験に関してはもう本人確認だとかああそういった意味において、まあ基本いけば。 現状は受かる試験だと言われておりますよって、まあ、これから司法書士やろうかなという方は、えーね、筆記、えー、これを目標に頑張っていくというところになりますが司法書士試験の筆記試験は毎年7月の第1週の日曜日1日かけて実施される形になりますが。 でその筆記試験において一、まあ、日勝負ではあるんですがこの中でですね午前の部に関しては択一のみの出題で、えー、憲法3問民法20問そして刑法3問商法会社法で9問と書いてありますがで実際商法会社法9問のうち、えーまあ、大体8問は会社法だと思っていただいていいでしょう。 でかなりこの会社法に関しては、えー、がっつりとしたところまで聞かれる形ではあるんですがで、まあ、特に行政書士と被るもので言いますと、まあ、主に憲法、民法そして商法、会社法この分野ですね。で 難易度の比較だとか分野等に関してはこの後また次のページでご説明していくといたしまして、一応科目で重複する部分に関しては午前の部でいうと三十五問中三十二問は絡んでるかなというところではあります。で、なので圧倒的にここは知識だとかを生かしていくことができるといったところではあります。さらに使用書士においてはその後お昼休憩挟みまして午後の部 でですね午後の部は3時間かけて択一と記述、えー、これを一気に仕上げていくことになります。で午前の部は択一のみ35問を2時間で仕上げました午後の部に関しては択一プラス記述択一の出題集は35問と同じなんですが、えー、記述込みで3時間かけて解くことになります。で かなりです司法書試験が11科目も出題数があるというところから、まあ、あのこの辺りが実務課登用試験というところの特徴ではあるんですが、えー、特に実務において必要となる知識これを試験勉強の段階で身につけてくださいねというところから、えー、これほどの、えーね、科目のボリュームになってしまうんですけれどもただよく見ていただきますと、まあ、1問しか出ない科目っていうのもあったりいたします。で、 えー、そして、えー、この中で特に、えーそうですねえー、民事訴訟法だとかっていうのはもう言うまでのもなく、えー、金返せだとか、ね、出てけだとかそういった民事関係に関する紛争、まあ、それを民事訴訟ですね。 でえー、これが5問ほどの出題となりますで民事保全法、民事執行法って何なのかというと、まあ、皆さんね、宅建の勉強あの行政書士の勉強の時に聞いたことがある科目として、まあ、あ分野として、えー、仮差し押さえだとかっていうのは民事保全ですねそして強制執行だとかっていうのが民事執行です。 ということで、えー、この辺り、まあね、仮差し押さえだとかあとそうです、ねえー、差し押さええー、分野に関しては特に使用書士は登記の専門家としてターゲットが不動産なんかの時な、えー、にはあそこの知識がやっぱり必須になってくるんですね。 そういった意味において実務における必要性から1問だけではあるけれども民事保全、民事執行これが問われるんですとういうところでですから1問ではあるけれども残念ながら捨てることができない1問なんですよ。 一問だけだったら捨てちゃえばいいんじゃないかなと思うかもしれませんがこれは例えば民法の前提知識としてもしくは不動産登記の前提知識として絡めて身につけていただきたいというところからやっぱり対策は必要ということになってきますですから例えばそのね学習スタンスといたしましては行政書試験の時って正直例えば会社法だとかってそれほどがっつりは勉強されてこなかった方も多いと思うんです。 でえー、例えば、えー、行政法だとかあ民法っていうのはそこそこしっかり頑張ったけれども、えー、会社法だとかっていうのは、まあ、や,らやってないわけじゃないけれども、まあ、そこそこの対策でなんとか乗り切ったという方も多いと思いますが、えー、使用書士においては使用書士権はことですね、えー、残念ながら「そこそこでいいという科目に関しては「それほど言うほど多くはないんですね、えー、いいとこここそそでいいよ」と言われる科目に関しては「 憲法法とと刑法ぐらいかなと思例えば逆にそれ以外憲法刑法以外に関してはしっかり正面から向き合って対策を立てなければならないといったところにはなります。 さらに午後の部でで言いますと、まあ、主書士法ですと法ね、えー、まあ当然、使用書士として活躍をしていくことになるので使用書士に関するルールしておかなきゃまずい、まあ、これ1問ですが、まあ、これはですね特にもう直前期のラスト2週間ぐらいの中で1日使用書士法の日を作ってそこでも取り込めることができるようなレベルですから、まあ、基本的に使用書士法を日々、ね、がっつりやっていくということではないです。 でえー、さらに「供託法」という科目なんですがこの「供託」という言葉、ねあのね、行政書試験の時にも、えー、聞いたことはあるとは思うんですが例えば、ね、A さんが B さんにお金を返したいけれども B さんが受け取ってくれないだとかもしくは B さん行方不明で「 えねえー、弁することができないそういった場合なんかに、えー、教託という、ね、国の機関にお金を預けて行政機関にお金を預けてでそこで、えー、まあ債務をおね弁済の効果を与えるだとかもしくは例えばあ一定の業界等においてはあ開業する前に例えば不動産業だとか,だとか旅行業、ね、だとかなんかにおいては、えー、開業前にですね一定の,その営業保証金みたいなものを積み立てあの、ねえー、積んとかなきゃいけない。 これが協託という感じなんですよ。ということで、司法書士は、えー、まあ、登記業務をね、えー、まあ、メインにしておりますが、この協託業務を行うにも資格が必要なんですね。協、えー、託を、えー、ビジネスとしてやっていくためにはあこれ資格が必要ということで、これ司法書士の独占資格という形にはなっております。 とというこで、まあ、教託をただ教託に関しては結構具体的な事案をもとに学習していきますからかなり楽,楽しく勉強していただける3問、まあ、あのしかもですね、えー、やった分だけ、えー、もうがっつり3問確実に取れるというところから、えー、教託に関してはもうしっかり得点源にしていただくことができる3問かなと思います。 さらに、えーまあ、この辺りはね出題量少なかったんですがいきなりその下不動産投法になりますと16問そして商業投票8問、えー、ということでまあ他の科目に比べて出題量多いですがこれもやっぱり司法書士が投機の専門家と言われるゆえんですよね。 で、えー、特に不動産登記に関して言うと、えー、ね、あのー、まあ、これも不動産登記、商業登記、えー、まあ、業務として行っていくためには資格が必要というところなんですが。ね、かなりここは、相当がっつり勉強していくことになる。ね、で、あの、実際手続き法となりますから、かなり具体的な事案を元に学習していくことになります。例えば、相続だとかね、えー、ね、エさんが亡くなりました。A さんが亡くなる前に、えー、ね、えー、例えば、遺言残しておりました。ね、そして遺産分割、こんな感じ。 ですとかドロドロ揉めてるような事案があってですねそれについての具体的な登記手続きをどうするかとか、えー、ね遺言書に書かれてる文言によっても、えー、行う登記手続きだとか違ってたりしますから比較的このあたりはあ、ね、今まで勉強した民法の知識を生かしつつ、えー、それを不動産登記の手続きに乗っけていくというところではありましょうかあと、えー、まあ会社法の知識を前提として、えー、今度商業登記ですね商業登記に関しても登記は法律上の義務 となっておりますから、えー、それも、えー、当企業務を踏まえて、まあ、実際具体的な事案で例えばあ募集株式の発行だとかをする時の具体的な手続きだとかで、えー、役員変更だとかの具体的な手続きだとかそういったものを追っていくことになります。よって実際株主総会議事録だとかそういったものを目にしながら学習していくことになりますから、まあ、今まで比較的抽象的だったあ、ね、頭の中でボワッとしてたようなあ会社法の知識が具体的に手続きを追っていくことで。えー 結構つながってきて楽しいと、うん、ちゃんと勉強するとあ会社をって楽しかったんですねということを言われることはありますただやっぱり実務、うん、これを意識した試験となりますから、えー、結構細かいところまで聞かれるというところもありますから、えー、ねあのこのあたりもちょっと気合を入れて取り組んでいただかなきゃいけないというところはありましょう さらに特にですね行政書士試験の時にも記述あったと思いますが行政書士の記述っていうのはあの基本文章を書くというところでありましたが使用書士の場合は登記の申請書を書いていただくというタイプの記述式問題なんですよ。例えば過去の記述式問題で言いますと 不動産統計で言うと例えばこここに不動産が3つありますよこの3つの不動産関係についてでこういった契約が行われました実際契約書が示されますそしてある人が亡くなった亡くなる前に遺言残してました、ね、その遺言書だとかもしくは三分割協議書だとかそういったものが提出されるんですよ。でそれを踏まえて でえーまあ、その中には当然ですねいやらしい引っかけが含まれてて例えば何かね契約の中に無効自由が含まれていたりだとかすするわけですね、えー、それを見抜きながらあ「ここがまずいからこれはダメですね」と、えー、これに関してはこういう登記手続きをしましょうという、えー、実際登記のの申請書を書をくといった事例形式の問題ですよってその3つの不動産に関して使用書士として、えー、登記の手続き、えー、どういった申請書を書くのかそしてそのために必要な書類はこれです。 よとそして、えー、示された契約書の中でまずいものについて理由を述べなさいと特にそのまずいものの理由を述べなさいといったその理由を書くところに関しては、まあ、数十文字だとかの理由を書いていくというところで特に今までの,その行政書士の記述で培ったあ、ね、文章を書くといてしかもそれもコンパクトな文章となりますからいわゆる論文ではないんですね。 ということで、えー、コンパクトな文章を書くといった面においては今までの行政書士の記述の勉強をそのままに生かしていくことができるとおいったところはあろうかなと思います。であと商業登記の記述問題で言いますとこれもですね実際株主総会議事録だとか取締役会議事録が示されていて、えー、役員が死んじゃったとか、えー、もしくはあ会社をこういえたい、えー、例えば種類株式発行したいだとか、えー、会社が合併したいだとかああいう相談がありましたということを前提に。 えじゃあ実際どういう登記の手続きをしましょうかねっていう登記の申請書を書いていくというところでこれも会社の知識を前提として商業登記の登記の申請書を書いていくという形になりますからまあ今までぼわっと勉強してきた分野であったとしてもここを手続きをしっかり追っていくとで実際登記の申請書とか書いたりするとまあ実際まあ結構ね登記の申請書とか書いたりするとまあ実務家になったつもりで登記の申請書書きましょうみたいなところはありますから 実務を意識した形で勉強していくことができるのであの結構ね勉強しててもモチベーション上がりやすいのかなと思います同期に関しては。 でただあ、これもです、ね、かなりの演習力が求められますから、えー、結構、問題演習量たくさんの技術問題を解いていかなければならないというのが、えー、近年の、えー、司法書試験の特徴ではあるんですが、えー、こういったものも生、ねえー、かしつつ、まああのねえー、これまでの学習知識これをベースにしつつ、えー、プラスアルファで、えー、の勉強であのダブルライセンスこれを取っていただくことが求められるというところです。 でではですね、まあ、行政書試験においては合否判定法として、まあ、絶対評価と、えー、というところではありましたで司法書試験における、えー、まあ合否判定法これちょっと変わっているんですが司法書試験は相対評価ですでそこでちょっと、ね、画面変えましたけれども合否判定法といたしましてまずね先ほどご覧いただいた、えー、択一午前35問午後35問ありましたね。 でこちら午午前と午後35問科目ごとに基準点があるわけではなくてで、えー、午前の35問で、えー、基準点、まあ、俗に何点取らなきゃだめですよといったところで午後の択一でも、えー、基準点があります。で これは年によって違ってて違きます、えー。司法書士試験は相対評価ということになりますがだいたいね例年ここ近年で言いますと、えー、午前の部の基準点が大体いい、えーね、7割前後ということぐらいでしょうかね7割ぐらいかなとで午後の基準点35問中大体、えー、いい6割ぐらいかなと6割7割ぐらいかなというところではありましょうか。 まあ、大体、えー、78割そして67割、えー、といったイメージでしょうかね。でちなみに今年、まあ、平成、えーね、30年2018年の司法書試験で言いますと午前の部の基準点が35問中26問でしたそして午後の部の基準点が35問中24問でした。でこれを両方ともクリアしていなければ。 せっかく提出した記述の塔は見てもらえませんといったところではあります。で じゃあ、えー、記述にも基準点がありまして記述の基準点があああののね、えー、ま一、あ、問三十五点、えー、記述の問題っていうのは、えー、不動産登記一問商業登記一問出ますがで一、えー、問三十五点で七十点満点なんですがまあ記述は実質上使用書試験においてはちょっと満点取るのは厳しいというところではあるんですがこのじゃあ七十点満点中どのぐらい取れればいいのかってとこなんですがあのね、えー、今年でいうと。えー 70点満点中37点だいたい約半分ですね約半まあ半分ぐらい取れれば年によっても違ってきますがだいたいそうですね5、6割取れてればというところではありましょうかこれが筆記試験で午前卓一35問午後卓一35問そして記述 それぞれに基準点がありまして、で、えー、全部クリアした人、これで残念ながらそれだけで合格ってわけではなくて、さらにですね、えー、最後は合計点勝負なんです。で、えー、それぞれの基準点クリアしました。まあ卓一の基準点クリアした人の記述の答案が採点してもらえると。ですから、丸一番の午前の卓一はぶっちぎりに良かったとしても、丸二の午後の卓一が、えー、まあ基準点足りなかった。 私は記述の答案はほぼパーフェクトに近いぐらいかけてるんですと言っても残念ながらそこは見てもらえないというところになりますから、えー、午前択一午後択一、えーねま、んべ遍んなく勉強していくことが必要ではあるんですがさらにその上で、えー、記述も基準点クリアして最後は合計点勝負で、えー、合計点の上位600名から700名が使用書試験再合格と筆記合格という状況になります。 で筆記合格者に対して、まあ、大体、筆記合格発表後2週間後ぐらいに口、ねえー、述試験があるんですがただ、この口述試験に関してはとりあえずえちょろっとしゃべる練習すれば大丈夫じゃないかなと言われるレベルではありますから、まあ、実質、筆記支援勝負ではあるんですがで筆記合格そして口述合格して司法書試験最終合格発表が大体11月頭というところではあります。で 特にですねその行政書士の絡みでいうと行政書士はまあね、えーまあ、あの憲法そして先ほど言った民法そして商法、まあ、会社法ですねこのあたりは絡んでくるといったところになります。あと、えー、行政書士の場合例えばその一般知識だとかっていうのは、えー、特になかなか対策を立てることが難しいといった分野ではあったと思うんですが法書、えー、試験においてはそういったどっから出るかわからないともうそもそも何が出るやらといったところは、まあ、一応ね 科目は決まっておりますので、えー、そういったところはない,い,いとは言えるんですがまあそうは言ってもやはりですね、えーまあ、範囲が広い,い,いというところはもう当然否定できないところではあるんですよ。というところで、まあ、皆さん気になると思われる、まあ、難易度の差ですね、えー、これをちょっとお話ししておこうかなと思います。で特にこのの難易度の差で言いますと まあ簡単にね合格率だけで言いますと使用書試験はたい4%前後とを言われております。で,でまあこれ相対評価になりますからーまああの3%ーもしくは4%ーといったところではあります。それにしても相対評価といっても相当低いですよねと。 行政書士結構幅ありますよね、えー、皆さんご存知の通り、えー、行政書士の場合絶対評価ですから、まあ、あ問題がめちゃめちゃ難しいみたいな年だったりすると一桁台ってこともありますし比較的今年は簡単だったねと、まあ、今年はラッキーでしたみたいな年だったりすると15%ぐらいの合格率の年もあったかなと思いますけれども、まあ、そういったところでは司法書士試験はそういったまあ,、ねえー、ある程度その運に作用されることは、まあ、ないと言っちゃっていいのかなと思います。 でただやっぱりね、えー、そう言っても四パーセントですからあ残念ながら運で受かるタイプの試験じゃないんですね、えー、残念ながら運で落ちることはあります。 これはちょっとね始める前にしていただかなきゃいけないんですがあーただ運で受かるタイプの試験ではないので、えー、確実な知識を身につけていただくことは必要一か八かみたいな状態ではなくて、えー、ですからまあ例えばそのね山当て的な勉強ってで、えー、でそれで受かるほど優しい試験ではないですよというところは先に申し上げておかなければなりません。 でえー、そうすると確実な合格を目指すために、えー、やっていただかなきゃいけないことといたしましてはあの当然勉強法といたしましては、えー、とりあえず近年の司法書試験においては「 とりあえず過去問ぐるぐる回してれば受かりますとはあ少なくとも口が裂けては言えませんもちろんねその改正の影響もありますし、えー、そしてまたあの実務の動向の変化だとかによって、えー、科目によってはこの科目は過去問10年分でいいですいやこの科目はもうお、ね、平成1桁からもう過去問解いてくださいといった形で、えー、科目別の勉強対策、まあ、勉強法これを考えていかなければなりません。 でえー、そしてまたまあねそれも一応理由は講義の中ではあね各講師言っていきますが、えー、この科目はこんなふうに出題傾向変わっておりますからだからあ過去問はとりあえず直近10年分でいいですよとか法改正がありましたから、えー、古い時代のものは要らないですとかいやいやこの科目に関しては、えー、もう全然過去問出題傾向も変わってませんから、ね、もう相当がっつり解いていってくださいだとかっていう形で、えー、過去問の取り扱い方、えーまあ、勉強の仕方 えー、例えばテキストの読み込みをしっかり重視しなきゃいけない科目なのかいやいやざっくり分かったらもうとりあえず徹底的に問題演習しちゃってくださいというタイプの科目なのか、えー、これもね攻め方を変えなければならないこれは結構使用書試験の特徴なんじゃないかなと言えると思います。 でそういった面においてあのまああね受かるための勉強これを意識していただかなきゃいけないかなと思います、えー、受かるための勉強その科目に応じた勉強ですね、えー、これはしていただく必要があろうかなと思います。 では今まで身につけた行政書士これをどう生かしていくか行政書士で身につけた知識どう生かしていくことができるのか、まあ、特にその科目別の難易度とあとまあそうですね、えー、それを生かした勉強といたしましてまず憲法で言いますと憲法に関しては司法書士と行政書士の難易度的にはそう変わらないと思います。 で,えー、ですから是非ですね、えー、行政書士試験の時の、えー、憲法の問題だとかっていうのは捨てずに、えー、そのまま司法書士試験の勉強においてもお役に立てることはできるかなと思いますがまあ,あそういった意味においてそれほどですねあの知識問題としてはあ出題傾向は変わらないといったところと、ね、ただ1点、えー、司法書士においては 推論問題の出題があると書いてありますがこの推論問題というのはあの特にですね憲法の学説の対立だとかで判例はこう言ってるけれどもこの判例に対しては結構批判が多いんですその批判について反対の学説、えー、これの例えばね根拠は何かとかでもしくは判例に対する批判として妥当なものはどれですかとかもしくは文章の穴埋めですね。 穴埋めも語群の中から選んでいくという形の穴埋めなんですがそういった勉強ただこれも今までそもそものそういった論点があるこういった話があるということを例えばこの判例で特に行政書士の受験生さん人権分野に関しては判例を相当がっつり勉強された合格者の方も多いでしょうからその辺り今までの判例知識これをしっかりね生かした上でこう考えたらこうなるよという勉強 ができていらっしゃる行政書の受験生さん特にもう憲法はそのままあ、ね、学,説学説の勉強というのも生かしていくことができるかな。でその推論問題の対策といたしましては特に司法書士試験の過去問を解いたりだとか司法書士の例えば答連まあ答案練習会ですねいわゆる模擬試験だとかテスト、まあ、予想問題こういったものを解いて、まあ、推論対策っていうのをあたっていくことができるというところではあります。あと 民法で言いますと民法と、まあ、もちろん会社保障法もなんですがこれは残念ながら司法書試験の方が難しいという傾向ではありますがでこの民法で言うと分野4分野ありましたね。 地方書試験において民法全部で20問出ますが20問中、まあ、相続から3問物件から9問債権分野から4問そして親族相続分野から4問というところであの特にあの行政書士の受験生さんは相続だとか債権の分野っていうのががっつりされてきたと思うんですが司法、ね、書試験ではやっぱ登記から見ますから物件分野が約半数でメインを占めております。 そういった意味においては、まあ、物件分野に関しては今までやってきたこと以上に相当がっつり勉強していただかなければいけないというところはありますけれども、まあね、知識のバージョンアップといった面においては特に物件分野に関しては相当細かいところまで突っ込んで学習していくとあとは親族相続の分野もそれは言えるかなと思います。 でえー、相続だとか債権分野に関してはあ難易度的には司法、まあねえーまあ、書士の方が多少は細かいところまで突っ込んで聞かれるかなという傾向はあるんですが、えー、ただこの辺り特に相続だとか債権に関してはあ、ねえー、法改正、えーまあ、あの親族特に相続もなんですが法改正を予定しておりますのでちょっとその辺りはまた後でご説明していきます。 でそういったところで、まあ、民法は今ある知識特に相続再建分野に関しては改正を絡めててバージョンアップしいいくこととが必要にななるかなと思いますであとは相続関係も使用書士は相続の登記業務だとか、ね、相続登記義務化だとかっていう、ね、議論もあったりするぐらいですから、まあ、そういったところも含めてですね今後の法律家として活躍していくためには法改正を踏まえた民法のバージョンアップというのはこれは 司法書士として活躍していくためにももちろんですが行政書士業務を行っていく上でも法改正改正後の民法を知っておくことっていうのはこれ当然必要なんですね。 でさらに、会社保障法に関しては、えー、少なくともこれからの対策としては改正は予定されておりませんがただ、今までやってきたあ、ねえーまあ、出ると思われるような、まあね、主要論点以外のかなり細かいところまで、えー、例えばその合併だとか会社分割だとかそのあたりもがっつり細かく、うんまあ、登記踏まえて勉強していくことになりますから、えー、そこはそもそも例えば会社の設立の話があ,ある程度分かっていれば さらに細かいところに突っ込んだ一歩先にの勉強っていうのはあ比較的やりやすいんじゃないかなそもそも募集株式の発行は何なのかはさっぱり分からん、えー、という状況の方よりはあ今までの学習を生かしていくことができるとそれは言えるかなと思います。で さらにですね、この試験対策上のメリットといたしましてまあ当然ねかぶらない科目もあるわけですよ。少試験全部でで科目ですで。かぶってるのは言ってしまえば科目だけでいうと3科目、まあ、ではありますがただかぶってない科目においても行政書士の受験生さんはああメリットを生かしていくことができる。で特にこれが、まず、 丸一番で言うと試験対策上のメリットといたしましては知識面で言うと、まあ、先ほどかぶってる3科目プラスあとかぶってない科目においても卓越演習力というものいわゆる問題を解く力ですね。 えー、これはあ特に行政書士出身の受験生さんを見てても、えー、これは結構顕著な傾向として見えるのかなとこれは言えます。でやっぱりね、えー、卓越問題解いてる時にあの司法書試験ってですね、まあ、大体35問中あの8割9割ぐらいがあの組み合わせ問題なんですよ。 試験5まあね5つの説問があってその説問で単純正語は何番が正解か、えー、って言われるものですが司法書試験の場合には、えー、まあ大体8割9割ぐらいがあ組み合わせ問題で「あいうえを5つの説問の中からあ下にいい、ね「あいあえ」とかいう組み合わせがあって正しい組み合わせはどれかとこういった形で、えー、まあ組み合わせで正しいものをチョイスさせる。そうすると これ全、えー、足、えー、5つの「アイウエオが全部分からなかったとしても、えー、当然組み合わせによって、えー、答えを導くことはできるとであとは例えば問題解く時にもです、ねえーまあ、あの比較的解きながら出てくるケアレスミスだとかっていうのはそのあたりはもう十二分に問題を解いてきた行政書士出身受験生さんは択一演習力っていうのはこれは当然大いに生かしていただくことはできると思います。 さらにですね、まあ、いわゆる勉強習慣ですよね。 えー、まああの特に行政書士の直前期を経てきた皆さんにとってみるとあのその勉強に対する気合い、えー、まあこんだけやんなきゃいけないんだっていうところ、えー、とまあそのあたりがですね、えー、まああの資格試験を始めましての方よりはあ当然、えー、まあ肝が据わった方が多いと言いますかねやらなきゃいけないんだっていうところの覚悟これをお持ちの方っていうのは結構多いんですね、えー、ぜひですね、えー、そういった勉強習慣だとかあっていうものを生かしていくことはできるとで特にこの勉強習慣で言います。 とあのやはりですね、えー、勉強習慣的なものでいうとあの、まあ、残念ながら知識もそうなんですが卓越練習力もそうなんですがまああのね、えーまあ、34か月ぐらいしてしまうと、えーまあ、あのそういったものは薄れてくる、えー、まあ,あのもちろんね、えー、1か月ぐらいで、えー、低下はしてきます。 ただあもう34ヶ月ぐらい経ってしまうと、えー、かなりゼロに近くなってくるよとおいったところは言えるかなと思いますな知識はねもちろん問題解いたりテキスト読み直してもらえればあ知識の復活はできるにしても、えー、少なくとも現状維持っていうのはなかなか勉強を離れる期間が長くなればなるほどお、ね、抜けてくると。 習慣も、えー、そういった気合だとか、えー、そういった意識だとかっていうのも一回離れると薄れていくものなんですが、まあ、大体それが34か月ぐらいすると、まあ、薄れてくるかなと、えーまあ、徐々に徐々に1か月2か月で徐々にうるすれてきて、えー、34か月下手したら半年ぐらい経っちゃうともうゼロになっちゃう、えー、みたいなところはありますからぜひですね知識癖意識、えー、のある今のうちに、えー、スタートするのが一番良いんじゃないかなと思います。 でえー、そういったところにおいてですね,、まああのーねえー、ぜひ、まあ、あのチャレンジされるためには早い方がいいんじゃないかなと思いますがでそういった速さで言いますと今から司法書士試験の勉強チャレンジしようとすると現実的に2019年のチャレンジっていうのはもうお正直間に合わないとで、えー。これは行政書士出身の受験生さんであったとしてもまあ 止めはしませんけれども、まあ,あね、えー、冷静に考えてみると、えー、現実うまあお勧めはしません。まあ,あ私は個人的にはあ厳しいかなと思います。で。 そして、まあ、そうすると、まあ、確実な勉強確実な合格を目指す、えー、先ほど言った一か八かで受かる試験じゃないので使用試験はとなると確実に合格を狙いにいく勉強していかなければならない、えー、そういった面から2020年対策ということになりますが、まあ、これね皆さんご存知の通り2020年対策といたしましてはあ当然改正が予定されているんですよということで一応民法改正としては債権分野あと債権プラス時効あたりの分野も 結構変わりますでただ証書試験で出題のメインを占める物件分野に関してはもうほぼほぼ変わらないので、えー、主に債権、えー、法の改正というのが総則、えー、分野の改正だとかあと債権、えーまあ、分野の契約関係の改正ですね、えー、その辺りが民法改正俗に言う民法改正民法改正というのが、えー、この辺りの分野ですよと。プラス 再建法の改正以外にも、えー、別にです、ね、相続法の改正、えー、これもお、ね、予定されております。 でそういったところから、えーまあ、行政書士として活躍していくためにも当然、司法書士として活躍していくためにも、えー、知識のバージョンアップ、えーねえー、で新民法私、勉強してないからしませんってわけにか行政書士としてもいかないと思いますので、ねえー、そこは知識のバージョンアップ、えー、これをしていただきたいかなと思います。で2020年向けの対策講座といたしましては当然、えー、民法も、えー、新しいテキスト、まあ、新民法を前提にした作ったテキスト、えー、これで、えー、講義はしていきます。であと、 過去問だとかに関しても、これは改正前提で過去の本試験問題を改正対応バージョンに作り変えた過去問こちらを提供をしていく形になりますので、ぜひですね今ある知識をさらにバージョンアップしつつね新しくまあ法律家としてダブルライセンスで活躍の幅を広げていただきたいかなと思います。で特に司法書士試験対策としては、例えば行政書士出受験生さんであったとしても、あのやはり予備校利用というの これだけ量が多いですしそしてまた科目ごとに勉強の攻め方やり方変えていかなければならないといったところからすると予備校利用はまあ不可欠ということになってくるんですがあのぜひですね皆さんには、まあ、言うまでもなくあのレックでのご受講これをお待ちしておりますと言いたいとこなんですが、えーまあ、レックをおすすめするう、ね、この自、ね、信といたしましてはあまずね主要趣旨の受験指導歴がもう、ね、34年、えー、もうすぐ5年。 という形になりますで特にこの司法出試験の受験指導実績プラス、まあ、当然その受験指導実績歴史が当然合格者実実績績合合格格にもつながっております合格者の4人のうち3人がレック入りというところの数字を持ってしてもそれが実績として表れてるんじゃないかなと思います。 あとはですね、まあ、そういった受講生、まあ、あ,のあとは受験生、まあ、例えば模試だとかの受験人数も多いってことは。 全受験生のの中で自分が今どの程度にいるえる、ー、そういった、えー、正確な分母が多ければ多いほど、えー、自分の位置だとかあ,あとは例えばあ問題ごとの正答率だとかに関しても、えー、母数が多ければその分、えー、正確な数字が出していくことができるといった面で、えー、もしだとかねあのね答案練習会テストを受けるにしてもデータとしても自分が全受験生の中で例えば苦手分野だとかも含めて、えー、正確な自分を知るえー といった意味においても、そういったまああのデータ提供だとか、あとは特にですね、そのスタッフの充実、まあ制作スタッフだとか、あね、そういったものもレクね、実績から充実しておりますので、もう合格に十二分に必要な教材の提供、そしてサポート体制、学習環境提供できていると自負しておりますので、ぜひですね、次可能性広げてみようかな、司法書士の勉強を始めてみようかなと思われる方は、あぜひね。 講座説明会だとかあと講座説明会以外でも個別の電話相談だとかも各本校で対応しておりますであのぜひですねあの私もこれから何か少々考えてるんですけどという方の電話対応質問対応しておりますので興味のある方はですね是非各本校にねご来校お問い合わせ講師スタッフ一同お待ちしております。それでではぜひですね皆ささんののの法律家とししててら、ね、なる活躍の可能性目指して チャレンジお待ちしております本日はありがとうございました